号元気道、1号元気道、いきまーす。へー、1号元気起動した、異常なし。監督へご覧の皆さん、こんにちは。護衛艦マヤ専務長の古賀です。今回の動画は護衛艦マヤで出航してみたです。最新鋭護衛艦マヤの出航の様子をどうぞご覧ください。それでは出航前の忙しそうな雰囲気の中ではありますが、女医の方にお話を聞いてみたいと思います。専務長、ズバリ出航の見どころを教えてください。出航の見どころは、この長さ170メートル、8200トンという大きなイージス艦を2隻のタクボート、A 船という小さなボートで引き出して、艦長の出航用意という号令に従って、まさに船が出航していくシーンだと思います。衛星がちょうどつくところみたいですね。さて皆様、画面左側の衛星にご注目ください。この大きなマヤを引っ張って引っ張って引っ張ってる。しこよい、しこよい、しこよい。おっと、岸壁側ではもやい柵が離されました。いよいよ出航です。出航時には栄光柵と呼ばれる太いロープで牽引して離岸させ支援します。風や波の影響を受けながらも、巧みな操船技術と護衛艦との連携で出入港をサポートします。広い海とはいえ油断は禁物。大小さまざまな商船や漁船が常に行き交ってるんですよ。見張りは船が安全に航行するために必要な最も重要な要素です。乗員は出航の時から見張りを厳重に行います。航行中は常に自分の位置や他の船の動きをチェックします。交通量の多い港湾付近などには大小さまざまな船舶が常に行き交っています。他の船との安全な距離を保ちつつ、衝突を避けるための動作を適切に取れるよう、乗員は緊張感を持って勤務しております。海図の、自分の位置を確認しております。近くに浅瀬がないか、今から取る進路で障害になる目標がないか、際に気をつけなければいけないこと、危険なことが多くあるので、それに注意しながらさまざまなことをこなしていくのが難しいと思います。使う船がたくさんいるので、自分の場所でそういうのをしっかり立って危険を回避していかないといけないのが大事だなと思います。入港時のところは船の速力が落ちますので、風や波等の影響を受けやすくなってしまう。少しの力であっても大きく船が動いてしまいます。特にそういった風落等、風落と呼びますが、風落等に注意して航行しております。そこが大変なことです。いかがでしたか？艦詰艦艇第3弾、護衛艦で出航してみた。いやー、今日は天気にも恵まれて最高の出航日和でした。また送艦のシーンも非常に迫力があって楽しんでもらえたと思います。